連石弓とは、連射機構、もしくは一度に矢を打ち出せる機構を備えた石弓の一種で、ある。一般的には、弦を引き、矢を設置し、射出するという別々の動作を、これは、通常の石弓よりも高い発射速度を与える。古代のより複雑な設計のものは、チェーン駆動により作動した。幾本かのボルトを収容した断層が、石弓の頂部にあり、 また長方形のレバーを前後に動かすことにより、機構が作動した。バリスタのように固定式にして、工場線に使われたもの、矢を並べて一度に打ち出すなど数々の改良が、試みられた。式に、真の始皇帝が、村地石海を用いてサメをいたという記述も見られるほど、古くから使用されていた武器である。中国の諸葛石弓。リムに複合的なリカーブのない型。 実戦投入された一種にはリカーブが施された。複数の石弓を足元のペダルで連射するタイプのムラジ石弓。町邸の戦いなどで使用されたと言われる。中国の諸葛石弓は単純な設計による機構である。これはまた連意石弓としても知られており、すでに存在していたムラジ石弓の技術をより発展させたのは三国時代の戦略家である諸葛亮であるとされる。 しかし、湖北省の旗や口橋にある第47号簿から出土した石弓は年代が紀元前4世紀と示された。諸葛亮は、蓮石弓の設計を改善し、八人形で用いる一度に複数本の矢を打ち出す形式の石弓を作り出した。この理由から、連発式の石弓を、それは彼の名にちなみ諸葛石弓と呼ぶ。 他の村人潮見は断層を使い果たす前に10本の矢を打ち出した。断層内の矢はレバーの前後により単純に押し引きされ射撃と再装填がなされる。こうした動作により15秒で10本の矢を放つことができ、この後に断層は再装填される。古代の軍隊によって用いられた兵器はより強力さを追求し複合的なリカーブを持つ派生型へと発達した。 リカーブを施したムラジ弓シミは、通常のリカーブを施した石弓と比べて一般に、威力がまだ弱く、包位戦や盾による援護の下で使用された。リカーブのない形式のムラジ弓シミは、しばしば家の自衛用とされた。連石イシミの最終的な実戦投入は、日清戦争であり、写真では、新朝兵士の一般的な装備が、ムラジ弓シミであることが示されている。 この兵器の基本的な構造は発明以来全く変化がないままであり、最も長く使われ続けた機械式兵器の一つとなっている。中国大陸を訪れた清掃はこの兵器を視察して、官兵を受け、彼により、錬意志弓が朝鮮へと伝播した。錬意志弓は朝鮮において手土球と呼ばれた。ギリシャのエンジニアであるビサンチウムのフィロンはより複雑な装置について記述した。 この工場兵器はポリボロスと呼ばれる連射式のバリスタであり、紀元前3世紀にアレクサンドリアのデュオニソスによって発明されたとみなされている。2列の平坦に連結されたチェーンが巻き上げ機に接続しており、これが巻き上げや巻き下げを行うと断層が空になるまでこの機械は内部の矢を自動的に発射する。この機械には技術士の記録上、 最初期のチェーン駆動装置が装備されている。中国のムラジ弓シユミは他の石弓に比べて弦の引き戻す力が弱く、そのため矢はしばしば軽い傷から死に至らしめる毒に浸された。2007年、チャド・ハウスクニックットは現代でのムラジ弓シユミを作り出した。このムラジ弓シユミはディスカバリーチャンネルの番組であるウェポンマスターズのために製造されたもので、 諸葛石海をベースとしたものである。ありがとうございます。